リバティですね。リバティ。特急リバティ。これで。マジか。特急リバティの後は。大宮行きですね。東武アーバンパークライン環状急。しかしまだこっちからまた来るな。こっちからまた来るな。何線だこれ。どっちか分かんないけど。マジか。完全にはまったかもしれないな。でもこれがかの有名な赤字の踏切、あれバージョンですね。春日部がバージョンですね。この家のうちの人って結構うるさくねえのかな。本当に慣れちゃってんのかな。上の前の近所の方もう1分は経過してますけどね。でもまあそこまで来ないでしょうっていう。あ、スペーシア X じゃん。スペーシア X。 マジか。スペーシア X ですよ。スペーシア X。 まさかまたスペーシア X が見られるとは。スペーシア X、 スペーシア X が通過してきました。なかなかシビアな。向こうから来たのがあれはなんだ。急行の南栗橋行き。急行南栗橋行きが出てきましたね。重量編成ですかね。お、これは高級のね車両ですよ。高級車両、高級車両。南栗橋行きは通過してきました。しかしまだ来るよ。これが、東武アーバンパークライン東武七光台。これで終わりか。しかしまだ来ます。マジか。でもこれねまだね甘い方なんですよ今ね。本日は日曜日なんですよ。皆さん来てんのが、来てんのが日曜日なんで、日曜日はまだ比較的まだ甘いですね。それ時刻はね9時なんで、もしこれがね7時8時の時間帯で来てくださいよ皆さん。ほとんどね開かないと思います。こう基本的にそのぐらいのもう開かずの踏切って言われてるところですね。本当にこれまたね野田線ですね。大宮行きまた来ました。これは普通列車ですね。野田、大宮駅。これで終わりそうですか。これで開きました。はい、でこっちのですね第2弾ですね。第2弾です。どっちから来るかはちょっと降りてきましたね。野田線はね来なそうですね。まだ全然。こっちの電車ですね。こっちバージョンとあっちバージョンですね。ダブルのちょっとね2部構成にしたいと思いますけども、どっちが早いか。
あ、来た来た来た。あ、これもあれだな、リバティ。リバティが通過してきましたね。リバティが通過してきました。向こうからは、区間準急の、なんだ、南倉敷、南倉敷ですね。今回は早かったですね。一瞬です。また、あ、でも同じ穴のムジナが来ましたね。中目黒行き。あ、で、羊毛が出てきました。羊毛ですね。シュッとした羊毛、赤城行きですね。赤城行き。じゃないというですね。こっちからなかなか死んで、あ、東武野田線、これ何駅だ。柏駅、柏駅ですね。ここはアーバンパークライン。で、入学出た。大宮駅。